トマベ知識認定コーチの西村です。本日は春画っていうお話をいたします。皆さん、浮世絵の一つのジャンルである春画ってご存知ですか？ちょっと卑猥なエロティックな、絵画でございます。昔なんか江戸時代とかに公職物とかっていうのが江戸幕府になんか禁止命令出されたりとかっていうので、あの歴史の時間に習った方も多いかと思います。この間私 YouTube でポジティブとネガティブの3対1の比率っていうのをお話ししたんですね。その時にこんなご感想いただきました。ネガティブな感情も必要なもので、太古の昔に人が生き残るための手段だったといった内容のお話を何かで耳にしましたと。その割合が基本ポジティブ、ネガティブ3対1。このバランスが大切なんだと、今回の動画で勉強になりましたと。子孫繁栄はポジティブな要素なんだろうなというのは感じておりましたが、西村さんのこちらの動画を見終わった後にポジティブな感情が少ないと感じたら、エッチなことを考えてバランスを測ってみるのもいいんじゃないかなといったような考えが妙に頭に残ってしまいましたってことなんですけど、これ本当にそうなんですよ。なんか歴史ものでですね、東京上野の西洋美術館なんかに行くと、時々その西洋画の展覧会とかやってると、たくさん卑猥な絵画皆さん見ることになるかと思います。あとは多分昔の人辛いこと多かったから、そういったエロなこともうたくさんなんか考えて過ごしてたんだろうなってコーチ真由美思います。だから歴史的ななんか裏付け取れてる話で、はい、よくぞおっしゃってくださいましたって感じなんですけど、日本の春画って世界での評価も高いんですよ。すごく芸術的なものなので、私イギリスに卒業旅行に20代の前半にいた時に、ビクトリア&アルバート博物館っていう、なんかウィリアム・モリスのコレクションで有名な美術館なんですけど、その美術館すごくスペースドドーンと取ってこの春画展示してるんですよね。日本人としてのコーチ真由美は、イギリスの男性か、まあ、ヨーロッパの男性か分かんないけどが、その絵画をじーっと見入っているのを見て顔が真っ赤になるのを自覚しましたっていうことで、ポジティブな感情って共感や思いやり、満足、感謝、希望、喜び、性的欲望なんですけど、まあ、あのウキウキして楽しいものであればいいじゃんっていうことで、昔の人もたわいもないところでポジティブな感情作ってましたっていう、そんなお話でした。